Hello everyone and welcome to the channel. You are most welcome. So today we're going to be continuing with Attack on Titan Season 2, Episode 31 or Episode 6. I wonder what this episode has for us. So let's continue with Attack on Titan. Let's check it out. Incoming! のために立ち寄ったウトガルト町は巨人の襲撃にさらされた調査兵たちは窮地に立たされた。しかしその時、クリスタ、これはただ、私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。 巨人の撃退に成功した。だが、この戦いはエレンたちに大きな驚きをもたらすこととなった。ユミル、私の名前。ヒストリア。 彼女とは友好的な関係を築きたい。これまでがどうであれ、彼女の持つ情報は我々人類の宝だ。仲良くしたい。ただね、彼女自身は単純でも、この世界の状況は複雑すぎるみたいなんだよね。本名はヒストリア・レイスって言うんだって。はい、そうです。レイスってあの貴族家の。はい、そう。よろしくね、ヒストリア。 ユミルはどう？依然昏睡したままです。出血が止まって傷口から蒸気のようなものが出ていますが、とりあえずトロストクまで運んでまともな医療を受けてもらわないとね。任せたよ。了解です。さて、我々は穴を塞ぎに来たんだった。 大丈夫かライナー。大丈夫じゃねえな。
巨人に腕を噛み砕かれたんだ。本当に参った。もうダメかと。お前ほど強くてもそうなっちまうんだな。何言ってんだ。こんならもう2回目だぞ。なあアルミ。一度は巨人の手の中にすっぽり収まっちまったこともあるんだ。あの時すでにもう2回も死にかけた。このペースじゃあの世まであっという間だ。自分で選んだ道だが、兵士をやるってのはどう思う？うん。体より先に心が削られるみてえだ。まあ壁を塞がねえことには。しんどいだろと言ってる暇もねえが。お前ら二人の故郷も遠の位置などばかりだからな。なんとかここで踏みとどまんねえと。そうだよライナ。故郷だ、帰ろう。もう帰れるじゃないか。今まで苦労してきたことに比べればあと少しのことだよ。そうか、あともう一息のところまで来ているんだったな。はあ、何言ってんだお前ら。助かったぜミカサ。怪我はない？俺は大丈夫だ。ライナーが腕噛まれて。ユミルは見ての通りだけど。まさかユミルまで巨人だったなんて。一体サシャ、みんないいかい？ユミルの件はひとまず後だ。それからコニー、あんたの村には後で調査班を送る気配をするから、今はとにかく壁の修復作戦に集中してくれ。いいね。はい。しかし現場はもっと巨人だらけだと思っていたんだが。ハンネス、中東兵団先遣隊だ。穴の位置を知らせに来たんだ。穴がどこにもない。夜通し探し回ったが、少なくともトロストクからクロルバクの間に壁に異常はない。なんだって？クロルバクの兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。でも巨人は実際に壁の内側に出てるんだよ。ちゃんと見たのか？まだ酒が残ってたから。また動く。踏むかよ。ていうか、お前らはなんでこんなところにいるんだ？壁に穴がないのなら仕方がない。一旦、トロストクで待機しよう。とにかく、まだ気を抜くなよ。俺たちは先に戻るぞ。異常ないってなんだよ。どういうことだろう。この5年間になかったことが、こんなに一度に起こるなんて。本当にこの世界はどうしちゃったんでしょうかね。エレン、ちょっといいか。話があるんだ。なんだよ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのが困難ですね。これが鎧の巨人で、こいつが超大型。な？今はとにかく、ユミルを安全に運ぶことを考えよう。馬を出そうにも巨人がいますからね。は？何言ってんだお前。何を言っているんだライナー。俺たちの目的はこの人類すべてに消えてもらうことだったんだ。だが、そうする必要はなくなった。ん？エレン、お前が俺たちと一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。わかるだろう。は？いや待て、全然わかんねえぞ。だから、俺たちと一緒に来てくれって言ってんだよ。
急な話ですまんが、今からだ。今からどこに行くんだよ。そりゃ言えん。だが、まあ、俺たちの故郷ってやつだな。で、どうなんだよ。悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。おーい、行くよ。昨日からとっくに頭が限界なんだ。どうしたんですか、ハンジさん。いや、この前請求したアニレオンハートの身辺調査の結果がようやく届いたんだが。アニロ。ああ、管理状態がずさんなせいで探すのに今まで手間取ってしまったらしい。これによると、君たち104機の中に2名ほど彼女と同じ地域の出身者がいるようなんだ。ん？お？その2人はライナー・ブラウンとベルトロト・フーバー。 We're getting somewhere。 5年前の混乱のせいで戸籍資料なんかどれも大雑把な括りでいい加減なもんだ。ただこの二人は先の壁外調査の時、誤った作戦企画書によってエレンが右翼側にいると知らされていたグループに所属していた。女型の巨人が出現したのも右翼側でした。え、どういうことですか。二人が兄に情報を流した可能性があるってことだよ。なんで兄に。おい、待てよアルミ、何言ってんだお前。分かってるよ。エレンよ、そっちダミ。それだけで何が決まるってわけじゃない。念のため訓練兵時代の3人の関係性などが知りたい。どう思う。ライナーとベルトルトが同郷なのは知っていましたが、兄と親しい印象はありません。俺も2人が兄と喋ってんのあまり見たことがないような。まあ、兄はもともと喋んなかったけど。ご飯の時も大抵一人でモグモグ食べてましたね、兄は。あ、そういえば顔に似合わず甘いおかずが好きだって噂を聞いたことがあります。私は覚えていません。いや、でも同期としてはその疑いは低いと思います。無口なベルトルトは置いといても、ライナーは俺たちの兄貴みたいなやつで人を騙せるほど器用じゃありませんし。僕もそう思います。ライナーは僕とジャントで女型の巨人と戦っています。ライナーは危うく握りつぶされる直前で。どうした。ライナーは逃げられたんだけど、兄は急に方向転換してエレンがいる方向に走っていったんだ。推測でエレンは中央後方にいるんじゃないかと話してたけど、兄に聞かれる距離ではなかったし。なんだそれ。ライナーがエレンの場所を気にしてる素振りとかはなかった。じゃあエレンはどこにいるってんだ。まさか。エレンの場所の話をしたのはライナーにそのことを聞かれたからでした。それにあの時女型の巨人が凝視してた手のひらに刃で文字を刻むことができたかもしれない。ライナーなら。なんだそれ。でそんな話になるんだ。お前はエレン。言って。いや、全員聞くんだ。もしライナーとベルトルトを見つけても、こちらの疑いを悟られんように振る舞え。もちろん、アニレオンハートの存在には一切触れるな。彼らが兄の共謀者であってもなくても、うまく誘導して地下深く幽閉する必要がある。全員、わかったね。はい。
前さ、疲れてんだよ。なあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろう。ライナーは疲れているんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そんなこと言われて、俺がはい行きますってうなずくわけがねえだろ。そうか、その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。What? そうか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて。たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな。今ここで勝負は今ここで決める。An episode that was a good episode. Looking back, I guess I had wondered that the armor titan kind of resembles Reiner. The way their build is, it's kind of similar. The back of my mind, I kind of knew, had my suspicions. But as for now, until next time.